です。28歳で六本木ララナンバーワンホステスです。ホステスとして私の仕事はお客さんが楽しい時間を過ごせるように接客することです。これが私のストーリーです。これを見てる人たちの中で、なんかホステスとは何か、どんなことをするお仕事の人たちなのかっていうのを知らないかもしれない海外の人たちのために、どんなものなのかちょっと教えてもらえますか。男性の方が綺麗なお姉さんとお金を払って飲みに来る場所ですね。あ、それがホステスクラブというかキャバ嬢っていうか。なるほど。あ、じゃあそのクラブとキャバクラってどう違うんですか。クラブは男性一人に対して女の子何人かついて、キャバクラは基本マンツーマンで話すところです。このすごい高級感たっぷりなクラブララでくるみさんがナンバーワンってことですか。はい、私は売上で一番になりました。え、でも女の子って何人ぐらい在籍してるんですか。在籍が80人で毎日50人ぐらい出勤してます。なんかオープンするときに700人面接したらしくて、全国にスカウト行って。え、じゃあスカウトに来られました。たまたま。え、どこで来られたんですか。熊本でたまたま会って。どんなきっかけで、どういうふうにやってみようと思ったんですか。熊本の田舎でカラオケ店員と結婚式場で働いたんですよね。このお姉さんが時給いいバイトあるけどどうって言われて、そこからスタートしました。時給いいけどキャバクラなんだって時に、なんかママとかパパとか言ってきませんでした。変な人に騙されるなよみたいな。結構ありましたね。騙されたこともあるんで。結構お客さんにですか。20万くれたら増やして返すからって言われて預けたら消えました。まあでも大学生の時はすごい20万が40万になるならいいやと思って。いや、すごいピュアな大学生だったんですね。そう、じゃあ毎月の、まあ、平均的な売り上げってどのくらいですか。500万ぐらいいってるのかな。普通の月で500万ぐらい。日給とかだといくらぐらいになるんですか。大体10万円いただいてます。ええ、日給10万円、すごいですね。え、でもなんか、じゃあ例えば今までで一番今月売り上げたなみたいな月っていくらぐらいでしたか。え、でもそれでも800万とかですかね。まあ、1000万目標にしてたけど、毎回来てもらって使ってるもらってるばっかりじゃちょっと申し訳ないじゃないけど、その分が給料になってるから、靴下だったりハンカチとか、たまにタバコとかも、誕生日とかも全員覚えて渡してます。だって全員すごい量のお客さんいると思うんですけど。カレンダーに毎回でも毎日、あ、今日誰誰今日誰なりますよね。通知が来る。すごいですね。その熊本の時に教えてもらったのが、全部の給料は自分のために使うなって教えられて、 40% はお客様に還元しなさいって言って教えられたから、そのくるみさんも含め、そのホステスとしてのお仕事って、お客様との夜の営みとかも含まれるんですか。口説かれて気に入ったらやっても全然 OK と思うんですけど、お金目当てで行くことはないです。え、でもなんか、じゃあお客さんって実は下心もあるよっていうお客さんってどのくらいいると思いますか。癒されるって言われるけど、みんなだと思います。そうなんですか。男と女は人間ですしね。すごい広いですねここ、はい、え、なんかどのくらいの広さで、なんか何席ぐらいあるんですか、フロアとか。ワンフロアに20席あって、 VIP ルームが4部屋ぐらいあります。こちらです。すごいおしゃれですね。え、大きいですね。カラオケも歌えるんですね。カラオケと、なんか、ここ全部 LED で、うわー。でもなんかロッカーとか
髪の毛セットする場所ってここのフロアにあるんですか？ではなくて4階に。それもちょっと見せていただいてないんですか？あ、じゃあありがとうございます。なんかゲームの世界に迷い込んだみたい。すごーかわいい。これだけですか？ロッカー50人いるんですよね。80人用と、うん、今日はちなみに何を着てくださるんですか？でも全然迷ってて、どうしようかねって感じですね。この青いのとか赤いのとか可愛くないですか？ちょっと太って着れなくなったのが結構あるんで。それでなるほど。 XS サイズとかですか？いやもう私 M です。でもいや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 、本当ですか？みんな細いから逆に六本木の子は。わあ、六本木怖。大きい方です。全然。くるみさん準備できました？はい。あ、じゃあ出てきてください。かわいい。やばい、かわいい。いや絵になりますね。なんかお店に出勤するための準備ってどのくらいかかるんですか？多分。2時間ぐらいかかってます。2時間。やっぱりホステスとしてその綺麗な見た目を保つために時間をかけることってどのくらい重要なことなんですか？やっぱ見た目が一番だから。でもやっぱりお客様はお金払ってるから綺麗にしとかないと指名ももらえないし、だからネイルとかも美容室も月に1回は絶対。その見た目がいいことってこの業界で働く上でどれだけ重要なことですか？多分やっぱり第一印象顔からだからそれぐらい大事かなと思います。何パーセントぐらいそれが大事？100%です。なるほど。多分ブスだったら絶対、ブスで綺麗くしなかったらまず話してもくれないし。話してくれないんですか？そういう方もいます。でもその綺麗な自分を保つためにとかもっと上になるために整形したいって思ってる人とかしてる人とかって見たことありますか？たくさんいます。したいし。本当ですか？どこら辺は？もう全部いじりたいぐらい。もうそっから、うん、なんで？いやもう鼻高くして外人さんみたいになりたい。鼻高いよ。高いじゃん。もう嘘じゃん。しかもヘアメイクさん神業すぎません？めっちゃ早い。やっぱ他のお店とかもヘアメイク行ったりしますか？あ、まあいっぱい行ってきたんですけど、レベルが高いお店なんで、人間性が中身までちゃんと洗礼されてるんで、一流店なんで。はい。一番これはどん底だなみたいな、辛かったなって時期ってありますか？熊本から六本木に出てきた時がもうどん底でした。お客様も東京の方いないし、友達もいないし、家で泣いてました。それがいつでしたっけ？3年前です。どのくらい続きました？3ヶ月ぐらいかな。どうやって乗り越えたんですか？地元に戻るかっていうのもプライド的にかっこ悪いなって思ったし、やんなきゃいけない状況だからもうやるしかないと思って。働き始めた頃のご両親とか親しいお友達とかの反応ってどうでしたか？行く時はお母さん泣いてたけど、しかも熊本の子たちもお客様も、いや六本木とか絶対無理だからって、君レベルじゃダメダメみたいな、田舎っぺでしょ。でもその分やっぱ田舎だからまだくるみちゃんって夜の仕事してるのって言われるけど、その他の女の子ができないようなことを親にはやろうと思って、うん、旅行に連れてったりとか。そもそも彼氏とかっているんですか？いないです。作ってないんですか？それとも本当にただタイミング的にいないんですか？タイミングにいないのもあるけど、ガチで口説かれたことがないのかな。じゃあなんかこの仕事の一番いいところ、素敵なところってどんなところですか？同伴の時にやっぱ飲み慣れてる方は行ったことないところにご飯屋さん連れて行きたいって思ってくれて、半年待ちとかのご飯屋さんを予約してくれたり、会員制のお店とかも。
ここで働いてないとやっぱ出会わない人が多い。芸能系とかもそう、歌手もいるし、スポーツ選手とか。でもすっごい気取ってないみんな。さすがにこれは引いたわみたいな。一番異様だったお願いとかってありますか？なんか初めましての方で、今晩100万でどうみたいな。100万で、うん、なんかちょっとカチンってきて、うん、100万ぐらい自分で稼ぐからって言って。でもそれが例えば今晩1億でどうとかだったらさすがにちょっと悩みますね。考えるの超正直。さすがに1億で悩まない人はいないですよね。むしろやる。まあ1億だったらね。いただきます。お疲れ様です。そのお店何回ぐらい行きました？何回も数えきれないですね。仕事に余裕があるときはもうほぼ毎日来てたし。年近いですか？僕31、六本木ライフをめっちゃなんか仲良しな感じで、いいですね。この距離感がくるみさんのいいところじゃないですか？どういう意味ですか？なんかこう、友達っぽく接してくれてみたいな。結構作るキャバ嬢とかホステスも いるじゃないですか。どんな風に作ってる方が多いですかね？シャンパン欲しいな。もう働いてほしい。なんか飲み行こうかなって。面白いですね。それちなみにやったことありますか？やったことないです。なさそう。だからもう素な感じなんで。確かに本当素な感じですよね。それで売れてるからすごいなと思いますよね。間違いないですよね、そのシャンパンタワーっていうものが日本には存在するっていうのを聞いたんですけど、何ですかシャンパンタワーって？誕生日とかその記念日とかに本当にお客さんがもうあの男性 そのここまでやってやったぜみたいな。あ、なるほど。ドヤーみたいな。いくらかかるんですか？だってここで見たのは1000万円のタワーが。でそれってやっぱ来週あたりですか？まあ、来週になるんですかね。そんなのだってやってもらったことはありますか？ないです。そこまでしてお客さんに負担かけたいいのかなっていうのは多分優先するタイプの女の子ですから、ね、だから面白いですよね。だからあのバーって行ってたりすると、今日はシャンパン入れなくていいよみたいな。入れようとしてたのに。そうめちゃくちゃ酔ってて、なんかきつそうだなと思って。でも それじゃ入れなくていいよって言われたことに対してそのくるみちゃんの心意気はすごく覚えてるわけじゃないですか。結果次回行った時に3本入れちゃうみたいな。そういうことです。損してたくされた。なるほど。だからこう売れ続けるんじゃないですか。せーの、はい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 、せーの、はい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 。今日もくるみいい波乗ってんね。今日もくるみいい波乗ってんね。第1弾じゃあ今までお客さんにもらったプレゼントの中で一番高いのっていくらぐらいですか？でも200万ぐらいのネックレスです。どこのネックレスですか？ハリー・ウィンストン。それちなみに今日は身につけてはいない？さすがに。なんで身につけないんですか？でもそこでなんかアピールしたくもないし、まあ、つけてるけど。でも今日は多分あれですよね、取材のために、ありがとうございます。なんかお客さんの中でもう大好きすぎてくるみさんへの気持ちが止められないという人とか、もうどうしてもしたいみたいな人がいるとするじゃないですか。それどうやって止めるんですか？今日は無理って。あ、今日は無理って言った。頭いい。お客様と体の関係を持ってしまうことは別にどうしてもルール違反でそれをしたらクビになるとかではないんですよね？全然もうそこは自分の意思。意思で。くるみさんは今幸せで満たされてますか？満たされてます。なんか過去にもう一回戻れるとして、何にでも道は選べるとしてももう一度ホステスの道選びますか？選ぶ。それはなんで？なんかもう頑張った分だけ返ってくるお仕事だなと思って。でも正直もう若い子も入ってきて、まあそっちに流れちゃうとかもあるし、一番じゃなきゃ一番じゃなきゃっていうのはそんなにもう
なんか人生的にももったいないと思って、疲れるし。間違いないですね。一番だから何みたいな言われたら、うん、確かにみたいな。いや今日はありがとうございました。ありがとうございました。